皆さん、こんにちは。ヒューマンギルド、長藤薫です。アドラー心理学専門チャンネル、ヒューマンギルド。本日は、アドラー心理学の基本的な考え方、全体論というタイトルでお送りします。アドラー心理学の基礎中の基礎をおさらいするシリーズです。改めて学ぶことで、新しい気づきを得ていただけたらと思います。では、まずおさらいですが、アドラー心理学の基本的5本柱と呼ばれているもの、上から自己決定論、人間は自分の人生の主人公である、そして目的論、人間の行動には目的がある、そして3番目、全体論、人間を分割できない全体の立場から捉える、そして4番目、認知論、人間は自分流の主観的な意味付けを通して物事を把握する、そして5番目、対人関係論、人間のあらゆる行動は対人関係である。この認知論は別名現象学。また対人関係論は別名社会統合論なんていうことも言われています。本日はね、この3番目の全体論についてお話をいたします。全体論なんですが、これらの言葉をまず、紹介いたします。一つ目。アドラー心理学の最も大切な課題は、個人の統一的全体性を見出すことである。そして二つ目なんですが、我々は心と体を生命の表現として見る。両者は生命という全体の部分である。そして我々は両者の相互関係をその全体の中で理解し始めるのである。上の言葉はね、こちらのアドラー心理学教科書から、そして下はもう実は絶版になってしまっているんですが、春秋社版の人生の意味の心理学という本から引用しています。ね、最も大切な課題とか、ね、生命、ね、命というような言葉を見るだけでもね、このかなり、アドラー心理学では全体論というものを重視していることがわかります。じゃあちょっとね、細かく見てみましょう。どういうことかというと、私たちは頭ではこう考えるけれども、心では違うとか、感情を理性で抑えつけるとか、意識と無意識、意識では分かっているけれども、無意識にやっちゃうとか、肉体と精神を分けて考えるとか、潜在意識とか、顕在意識とか、いろいろね、分けて考えるということをやってしまいがちなんですね。特にこの何かと何かっていう二項対立みたいなものって、説明するときに分かりやすいんですね。でもアドラー心理学では人間は分割できない相互的な全体であるというふうに考えます。例えば、意識と無意識、意識無意識ですね。一見矛盾した動きをするように見えても、究極的には同じ方向に協力して動くものであると考えます。アドラー心理学ベーシックコースの方でもよく例えに出すんですけれども、一台の自動車を思い浮かべていただければと思います。例えばね、アクセルを踏むと、前に動きますし、ギアをバックに入れれば後ろに動きます。で、一見真逆の動きなんですが、別にね、車の前半分だけ前に行って、後ろ半分だけ後ろに行くわけではないんですね。で、アクセル踏めば動くし、ブレーキ踏めば止まる。ハンドル右に切れば右に動くし、左に切れば左に動くということを繰り返しながら、私たちは、いろんなね、要素を使いながら、究極的には目的地に着くということです。自分一人の中にあるいろんな要素を使いながら、時に矛盾しているように見えるかもしれないけれども、結果的にはすべて目的に向かう全体として動いているということなんですね。で、これも、こちらのアドラー心理学教科書からの引用なんですが、言葉と行動が表面上は矛盾しているように見える場合でも、その言動全体を見れば必ず一貫した流れが見出せるというふうに言っています。その中の一つなんですけれども、感情と理性を例に出してお話をします。私たちは基本的にそこそこいい大人であれば、普段何か物事を決定するとき、行動するときに、私たちの体に、思考、認知、考えると感じるというものがあるとすると、普段はね、思考、認知、
考える回路を使って考えてから行動をして、そして目的を果たそうとします。この思考認知からの行動というのを理性的回路と呼びます。私は感情の赴くままに生きているわっていう方でも、本当に感情の赴くままだと、おそらく生活って成り立たないんですよね。例えばね、会社の嫌いな上司や先輩に向かって面と向かって嫌いって言っちゃうとかね、そんなことしないですし、まあ暑いなって、暑いからといって裸で外に出ちゃいけないよね。そのぐらいのことはね、大人だったら当然やっているわけですし、みんなそれなりに常識とか倫理などを考えて、この理性的に、行動しているわけです。ただ、理性的回路というのは、時に自分の中にモヤモヤを生み出すんですね。夜中に甘いものを食べたら太るのは分かってるんだけど、食べたい、食べちゃうとかね。ここで、まあ、これ先延ばしにしたら、後が辛くなる。でも今眠いし、めんどくさいし、って言って、やらないで放置してしまったり。この人に反対意見を言いたい。でも、反対意見なんか言ったら、もう思いっきり反論を食らっちゃいそうだから怖いなとか。まあ、こういうね、こうしたいんだけどできない、みたいなものを、イエス、バットと言います。ね。はい、でも、こうしたい、でもというものです。このイエス・バットというのが理性的回路の問題点なんですね。理性的回路は、まあ、考えて行動するわけです。そうすると、時に考えちゃうほど、ってなってしまって、こう、どうにもね、もどかしくなっちゃう、ぐちゃぐちゃぐちゃっとなってしまうわけです。そして、まあ、皆さんも経験があると思いますが、ここで、って考えていて、もう、やっちゃえみたいなね、バチンとこっち側に、スイッチが切り替わる。感情情動の方にバチンと切り替わって、やっちゃえっていうのが、まあ、感情情動の回路で、行動に移し、そして目的を果たすという、こちらを非理性的回路と言います。この非理性的回路というのは非常にシンプルで、もう行け、止まれ、待てぐらいしかないんですね。この渋滞の回路で足踏みをしているのであれば、って一層バイパスみたいなのを通しちゃう。それで、やっちゃうとか、やめちゃうみたいなね、ことなんですけれども、これがね、シグナルを提供する。そして、感情情動によって行動に駆り立てるということなんですが、これはね、対立している。こことここは対立しているわけではなくて、ここでできないことをこっちが補完してやってくれるというものなんですね。で、この、まあ、イエス・バットに関しては、アドラーは結構厳しいことを言っています。何々しようと思っているんです。でも、というのはこういうことだと。環境、能力、習慣のせいにして、本来は何々しようとしない、I will not を、何々できない、I can not と偽って自分の責任を逃れようとする態度だって言ってるんですね。で、しかも、まあまあ、なかなかきつい言葉ですけれども、自己欺瞞とか人生の嘘なんていうふうに言っています。厳しいですよね。イエスバットというのは自分でやらないって決めてるんだよ。できないんじゃなくてやらないなんだよっていうふうに言っているのが、アドラーです。そして、全体論に関して、もう一つなんですが、こんな言葉も言われています。全体は要素の和では捉えられない。もしくは全体は部分の相和に勝るというものです。全体は要素の和では捉えられないというのは、まあこれもね、例え話になりますけれども、例えば、まあ会社の中で、いろんな部署がある中で、まあとある5人グループの部署があったとします。で、周りの人から見ると、あの人たちすごくおとなしい人たちだね、なんて言われているグループ。そこで部署移動があって、この5人のうちの1人が移動してしまって、違うところから新しい人が1人入ってくる。しばらくしてから、あれ、あの部署あんなに賑やかだったっけ？あんなに活発に論議をワイワイする人たちだったっけ？なんていうふうに変わっていることはあります。人員としては、単純に5分の1の1人がいなくなって、新しい人が1人加わった。ね、5分の1が変わっただけなんですが、その5分の1の変化によって、組織全体の雰囲気とか空気感が変わっていく。なので、単純な要素の和では捉えることができないということなんですね。そして、この全体は部分の相和に勝るというのは、まあ、これも5人グループで例えると、1たす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 1が5ですけれども、それが、一人一人の力がぐっと合わさると、
5じゃなくても10にも20にもなる。複数人が協力することでものすごく高い効果が生まれる。いわゆるシナジー効果と言われるものなんですけれども、これも皆さんご自身の周りでも、まあ見聞きしたことがある、私も体験したことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。アドラー心理学の基本的な考え方の一つに、この全体論という考えを置いているということは、やはりアドラーはこの全体、まあ共同体の力を信じていたのではないかな。そして、より良い共同体を作っていくために、共同体感覚を発揮する、その大事さというのも痛感していたのではないかなと、個人的には思います。ということで本日は、アドラー心理学の基本的な考え方、全体論というタイトルでお送りいたしました。すでにね、学んでいる方には復習に、そして初めての方にとってはご興味を持っていただけるきっかけにしていただけるととても嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。